院の島ペンション、白滝山荘は、広島県尾道市の院の島にある宿泊施設。院の島北部の白滝山和山口に位置する洋館ペンション。宿泊部屋は洋室で、食事は和食になる。食事のみの利用もできる。客室はシングル1室、ツイン4室。チェックインは午後3時、チェックアウトは午前10時。建物は1931年頃。 バプテスト派、マーレン・ファーナム宣教師のために、ウィリアム・メレル・ボーリズが設計した邸宅のファーナム系である。戦後、日立造船がゲストハウスとして用いていたが、造船不況も相まって荒れ放題となっていたところ、現在のペンションオーナーが買い取って1987年に開業した。1999年、国の登録有形文化財に登録。設計は W。 M、ボーリズ。建築面積105平方メートル。白地に赤の窓枠が特徴。1階が鉄筋コンクリート造り2.3階が木造で、斜面地に立つ。2階に玄関があり、メインフロアで1階は、いわゆるグラウンドフロア、3階屋根部屋が客室になる。それぞれに壁付け暖炉がついている。全体は、 ハーフティンバー様式で、屋根は休憩者の瓦吹きでドーマー窓付き、エントランス周りはレンガで彩られている。ボーリズ建築の作風を色濃く残す。この記事は以下のカテゴリでも参照できます。ファーナム邸に関するカテゴリ。ありがとうございます。